皆さんこんばんは。今日はですね、この間ですね、ちょっと反響を呼んでるんですよね。先週土曜日ニュース丈一郎でね、イメルダ越えのね、見てこう衣装道楽っていうのをね、1時間にわたってですね、分析やって、いるわけですけどね、若干あれね、計算間違いもあったんですけどね、基本的に高くなる方向への計算間違いですんでね、足し算を間違えていたりするんですけどね、はっきり言って、あれは作ってた方のね、いろんな過去の情報っていうかね、知ってることを入れて、いわゆるですね、市販価格では算定してないんですよね。それでも12億超えですよね。12億数千万円になってる。当時の物価も考慮して、うん、大学の初任給3万円ぐらいだったりもしてるので、そうなんでね。安く見積もった額だけども12億、帽子だけで1億4000万超え、ですね。なんかそれでですね、まあ、そういうことをやった俺、いいタイミングでね、この文藝春秋って雑誌ね、名古屋大学の准教授がね、美智子様を狙ってるっていうね、文章書いてるんですよね。これひどいですよ。見てことかね、さらばばとかね、そういう言葉書いてね、すごいよね。それ普及させちゃいましたけどね、この人ね、根拠のないね、誹謗中傷が溢れてるっていうけどね、根拠のない誹謗中傷なんかしてないんだよね。でヤフーコメントがどうのこうのってね、個別のヤフーコメント上げてね、上げづらいようなことしてるけどね、なんで嫌がるのか分かんないとかね、マスコミがこう取材するのはけしからんっていうのは分からないって言うんだけどね、そういう取材っていうかね、報道にね、不快感を表明するっていうのはね、別にその人の自由なんでね、なんだかね、わけの分かんない象徴天皇学っていうのをやってるらしいけどね、この人ね、川西秀也さん46歳だよね。この人ね、私学者としてはどうかと思うね。これね、詳しくね、土曜日のね、ニュース丈一郎でね、批判しますけどね、全然実証的じゃないんですよ。気分的な問題でね、なんかコメントをしてる人間が悪いみたいなこと書いてね、でこういうこと書くと俺は平成派って言われたり、悪心って言われたりするんじゃないかと。いいやしないよ。ただのくだらない学者だってだけだよ。実証的にやってないから。うちなんかはね、実証的にやってんのね。全部新調した衣装を数えて何着作ったかとかね、4200着作ったとか、それがね、結局夫婦で12億になるけど、そのうちの8億が美智子さんのだとかね、全部計算して出してるわけよ。こういうことをね、実証的にね、反証してみなさいよ、学者ならね。全然他の学者さんと違いますよ、これ。皇室のことやってる方でもね。あとね、この人ね、なんかね、軽井沢のね、テニスコートの声なんて言ってるけどね、そんなもん嘘っぱちだってのうちはね、取り上げてますよ。本当はね、東京ローンテニスクラブで会ってるわけですよ、麻布台の。で、そこで始まってるのにね、なんか物語を誰かね、それこそね、見てこられたってのいるわけよ。それがね、美談に仕立ててね、どん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 やってる。そういうことってね、全部ね、それこそ過去のね、図書館行ってね、週刊誌なんかも全部めくってね、やれば分かるんですよ。そういうことしないでね、やれこれがね、なんか気分の問題だとかね、なんかね、ひどいんだよね、雇用機械均等法第一世代の妬みだとかね、めちゃくちゃなこと言ってんだよ、この男。本当許せないね、これ。私、妬みと思われてるのかな。なんか知らないけどね、妬みというよりはね、もっとね、面白い観点で言えばね、キーコさんとですね、おけおとですね、うちの家内さんはですね、同じ日の絵馬世代なんだね。だって、おけおだって、キーコだって、雇用機会均等法第一世代だよ ね。どこに向かってね、言ってるのかと。まあ、これはね、土曜日にね、回しますけどね。で、まあ、今回もね、そういうことも踏まえてね、最後の疑問ですよね、美智子さんについてね。いや、着回しを務められていたんではないかというような話があったんだけど、実は着回しじゃないのがいっぱいあるんですよ。これをね、うみちゃんだよね。上皇后美智子さんの元お針子のうみちゃんが全面協力で、全部出してきました。衣装の違い。前回のね、ニュース丈一郎も元皇太子時代のね、お洋服の数数えてくれた、ね。これが誹謗中傷って言えるのか、これが。ね、現実にだって作ってるんだよ。当事者でもね、作ってたお蕎麦で。まあ、イメルダよか作っててね。で、しかもその後もこういうことやってると、ちょっとね、そのね、今日はね、実証的な話をね、じっくりやりますからね、
ちょっと大変そうだけどね、頑張ってね。ちょっと緊張してる。緊張はいいけどね、あの絵描いてもらったりしてるから、あのきちんと丁寧にやれば大丈夫。うん、あのウニちゃんにもね、すごいメモもらったり、うん、あとカピコさん、うん、カピコさんにもイラストたっぷり描いてもらったの。画力バッチリだからね。写真じゃなかなか撮りにくい部分があるんで。そうそうそう、まあ、なんかね、YouTube 版、女性ファッション誌みたいなことをやりますからね、交互期待ということで、何からやりますかね。でまあね、あの前回のね、うん、ニュース上一郎見てない方いらっしゃいましたら、うんうん、概要欄に URL 貼ってきましたから、うんうんうん、でまずじゃあもうどんどん順番に、どん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 行ってください、うん、今日はね、私がどうのこうのよりはね、いろいろ解説してくださいね、夫さんの顔映さないからちょっと、うん、スライドはいっぱいあるんで、うんうん、これ見えるかな、皆さんに、うん、大丈夫かな、映ってます、うん、はいはい、もうちょっとアップにしようかな、うんうん、これぐらいで、うん、でこのね、サムネ、うん、この記事から始まったんですよ、うんうん、でこれ何かっていうと、女性自身の1993年、うん、平成5年の11月30日のグラビア記事で、うん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 、美智子様身長ゼロの着回しの旅っていうのが出たんですよ。身長ゼロ新しく作んないってことね、うん、そうそうそう、うんうん、でまあ、海ちゃんの方からのね、うん、お話にもいっぱいあったんですけれども、みてこさんのご衣装って新品も作ってましたけれども、うん、お直しとかサイズ調整、うん、それも数ミリから1日制の血の大きさで、うん、3ミリってあったね、そうそうそう、失声症の時の3ミリ、そう、大きくしたり小さくしたりっていうのがもう頻繁にあって、うんうんうん、なんか呼びつけられてタクシーで飛んでいくとかね、大御所先生が、うんうんうん、大御所先生のアトリエで見て、あの海ちゃん勤めてたんですけれども、うんうんうん、あと1回のお出ましに、うんうん、夜の服をね、うん、2枚用意して合計3枚必ず持って歩かなきゃいけないんですよ、うんうん、まあ、そういうもののね準備とか、うんうん、まあ、着回しとかいろいろあったんですけれども、うんうん、そのことについて、うんうん、このグラビアの記事からこう浮かび上がってくるものがあるんで、うんうんうん、まあ、皆さんと一緒に考察できたらなっていうのが今回の企画なんですが、うん、はい、でまずね、うん、おさらいからなんですけれども、うん、あ、間違った、これ平らにしなくても大丈夫、これ邪魔、うん、邪魔、うん、こっち持ってるわ、うん、はい、でこれは、うんうん、新聞記事とか週刊誌記事、あ、週刊誌だね、うん、文春と新潮だね、うん、これはね、1993年、うん、平成5年に当時の美智子さんと、うん、まあ、天皇陛下が9月3日から19日までヨーロッパ諸国ご訪問、うん、イタリア、ベルギー、ドイツとバチカンのお立ち寄りがあったんですよ、うんうんうん、そしてこのご訪問に対して当時のマスコミが相当騒ぎ立てたんですよね、うんうんうん、で例えば清朝の93年の9月9日では、うん、これ有名だよね、天皇皇后費用2億円の中身、うんうん、で衣装代が3500万円、一度ね数字だけは扱ったことあるよね、うん、その中身まで踏み込まなかったけど、そうそうそう、3500万円の衣装代だけどね、うん、で週刊文春の9月16日で号では美智子皇后がムッとしたある質問、うん、これはね、ローマ法王との会見の時に外国人記者がいきなりね、天皇決定震動をかけるとするけれども、うん、こういうごカトリックご訪問をどう思うかっていきなり聞いたんですよ。すごいよね、この質問、ストレート、そう、うん、でそれに対して美智子はごめん遊ばせ、ごめん遊ばせを連発して、うんうん、質問に答えなかった、うんうん、それをここで取り上げてるんですよ、うん、あと、まあ、あの週刊文春がね、うん、あの10月14日号に、まあ、大新聞が報じない美智子皇后訪問中の評判とか、うん、まあ、これはまるでハネムーンだよねっていう記事なんですよ、うん、チャラチャラして、うん、でそもそも、まあ、このヨーロッパ訪問のね始まる、うん、あの前の月の8月に、うん、あの私たちはね、浩宮皇太子一家と違って私的で海外旅行なんかしたことないって短歌切ったんですよ、うん、そうだよね、覚えてる覚えてる、うん、俺でもさ、うん、あれでしょ、今の上皇陛下に言わしたでしょ確か、そうそう、うん、私も動画で見ました、うん、なのにしれっとこの月の翌月にね、うんうん、このヨーロッパ旅行にサーヤも参加して、うん、ひどいね、これって私的な家族旅行じゃない、うんうん、
それで、まあ、こんな風にね、文春を中心に、あと宝島社とかいろいろありましたけれども、叩かれて、失声症になったんですよ、帰国後。それが10月20日のみてこさんのお誕生日にお倒れになったんです。うん、倒れた。倒れた。倒れたの2章の注文はしてた。これこがおさらいね。うんうんうん、で、そのみてこさんが、11月にご公務を復活されました、うんうん。その時のこれがお写真のグラビアの記事なんです。うん、なるほどね。まあ、ものすごくね、やっぱ失声症で倒れた後だから、みんなの注目が集まってましたよね、うんうん。だからかもしれないですけれども、ヨーロッパでお召しになってた衣装を着回して、まあ、高知、愛媛にご訪問されて、その様子が記事になったっていうことなんですよ。身長ゼロの着回し旅、うん。そう。で、全部ここにね、うん、こう着回しのお写真出てますけれども、うん、ちょっとこれね画面では見づらいんですけれども、その下にこれはヨーロッパで着ていた服なんですよっていう証拠写真的に載せてるの、うん、で今回はこの真ん中のぐるっと囲ってる茶色と青の服のことを取り上げます、うんうん、これ何本当に同じ服だったの？これからそれのことについてお話ししますけれども、ね、うん、詳しく教えて、うん、で、うん、まあね、このヨーロッパでのお洋服のことについては、うん、いろんなことが深掘りできて、とても今日一日でお話しできないので、うん、ゆりちゃんが第2弾やるって言ってて、それはそれでお楽しみに。なんかすごい、これなんていうかさ、うん、あれだよね、下手すりゃ本ができるよね、うんうん、発禁処分になるかもしれないけどさ、発禁処分になるんだったらノートにも出せばいいんだよ。まあノートあるからね、うんうんうん、まあでも今回はこのね、うんうん、黄土色と青のお洋服のことについてやります、うんうん、黄土色と青ね、これね、うん、そうそうそう、うんうん、でまあ詳しく言うと、これ国内最初の地方公務で、うん、平成5年11月6日に愛媛県で開催された第13回全国豊かな海づくり大会にご臨席された時のお召しの衣装なんですよ、この黄土色と青色っていうのは。でその下に小さく写って、ちょっと見づらいと思うけどね、ドイツボンにてヨーロッパ旅行の時、ライン川下りの晩餐、午後の戦場御参会っていう時に参加したもの、うんうん、ランチだって、ランチ、うんうんうん、それでヨーロッパで着た衣装を着回ししましたよっていうアピールなんですよ、うんうん、なるほど、うん、でこれについて検証しますけれども、うん、ちょっとその前にこれ見てほしいんです、うん、これは左からね、そのヨーロッパ旅行の時のドイツ、ベルギー、イタリアのお洋服の写真なんです、うんうん、でドイツの配色を逆にした衣装をベルギーで着てるんですよ。お全く逆なの、うん。茶色を青にして、うん、青を茶色にして、うんうんうん、で。イタリアでも似たような感じの服を着てるね。イエロー。ブルーがあれ貴重色になってるね。ウクライナっぽいやつね。うん、ウクライナっぽいね。今着たらウケる。そんな似た感じの衣装を3着も作ってんの。うん、なるほど。でしかもこれみんなじゃない。お帽子も合わせてるじゃない。そう一応。3着よ、見た感じなのも1日、うん、これ同じ旅でしょ、うん、そう同じ旅、93年の9月ね、うんうんうん、でまあこれについてはまたね別な時にお話しますけれども、うんうん、はい、で次はねちょっとこれカメラの位置を変えるね、これぐらいだったらいいかな。それで海ちゃんがね、うちにある膨大な写真集、うん、私たくさん買い集めましたよね、うん、100冊以上あるよね。だから全部で100数十冊で出るうちの100冊ぐらいは買ってるんだよね、うち、うんうん、まあ今値段安いからね、古本はね。あとね、うん、本だけじゃなくって、うん、国会図書館とかで印刷してきたやつとかも結構私持ってる、ね、うん、資料作ったからね。そうそうそう、うん、それ PDF にして、うみちゃんに見てもらって、うん、その中で見つけた衣装なんですけれども、うん、実はドイツにね、うん、着ていったこの黄土色と青の服っていうのが、うん、なんと昭和時代から皇太子時代からお召しになってたの、うん、そんな古くからあんの？そうなの。最初にね、うんうん、この
青黄土色の服が確認できたのが、うんうん、52歳の時なの。これ左上の写真を見てほしいんですけれども、うんうんうん、アメリカ合衆国ご訪問の時に、これバイニング夫人ってあれだよね、あの上皇陛下の、そう、皇太子時代の家庭教師だよね、うんうん、その時にあの着ていらっしゃった、うん、お洋服もこの茶色と青の、87年、うん、まだ皇太子時代だ。そう、うん、そしてね、89年 の、うん、あの昭和天皇のお見舞いの時、うん、あのご帰得だった時ありますよね、うんうん、でその時も車の中で着てらっしゃる。お見舞いにこれ着るか。そうだよね、お見舞いに着る色じゃないよね。じゃないと思うよこれ、うん、うん、で89年の、まあ、平成1年、うん、54歳の時にも三鷹市の中東文化センターっていうところだという時にも来てるし、うんうんうん、あっちこっちで来てるんですよ、うんうん、しかもね1月4日のお見舞いの時と1月6日のお見舞いの時、うん、2日違いで同じ服着てる、うん、なんかこう着回しのアピールの印象っぽいんじゃないかな。印象っぽいね。だってさ、このお見舞いの時に着るような服じゃないじゃん。じゃないよね、うん、なんかこれよく見るとね、下のお見舞いの時は梅の花持ってたりするんだけどね、うんうんうん、でもなんかお見舞いの服ではないでしょ、うん、でこういう時って必ずカメラマンが待ち構えてるじゃないですか、報道陣が、うん、そう、だからなんか着回しのアピールしてるんじゃないかな、印象操作っぽいなみたいのを感じてます、うんうんうん、でもよく見てね、うん、これはね、なかなか素人だとわからないですけれども、海ちゃんだからわかった、そう、海ちゃんだからわかったことがあるんです、うん、よく見ると何かが違う。でウール生地で同じ、うん、素材らしいんだけれども、うんうんうん、こっちが昭和のみてこさん、うんうん、昭和62年ね、そうそうそう、平成元年ね、うん、でこっちがヨーロッパに行った時のみてこさん、うん、59歳、7年間、うん、でこれね、写真だったらね、うん、どうしても、こう角度が違ったりしてなかなか分かりにくいんで、うん、カピコさんにイラストにしてもらいました、うん、イラストだからって捏造じゃないですからね、証拠の写真は山ほどありますから、うん、じゃーん、これが昭和と平成5年のお洋服の違いです。違いがあるの？もちろん違うんですよ。もちろんって言ったってね、パッと見たら分かんないですけど、間違い探しですね、うん、これが。間違い、でもあれだね、ちょっと折り返しが違うね。うん。うん、どこが違うか分かります。6箇所違うところがある。でもこの絵最高でしょ。うん、この絵最高。いや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 。教えますね、どこが違うか。うん。まずね、このケープのラインの襟のところ。うん。こことこの形が違うでしょ、うん、違う。あと中に着ているジャケットの襟ぐり、うん、昭和はまっすぐで平成は丸なの、うんうん、で中に着ているジャケットの胸あたりの切り替え線、ここに切り替え線が、うん、こっち切り替え線がないの、うんうん、でケープから覗く左側の色、うん、袖、うん、袖は青と、ね、青と茶、違うでしょ、うん、でスカート丈も平成の方が短くなってます。で後からね、またこう詳しく言いますけれども、昭和はね、うん、ペプラム付きのジャケットとツリースカートの2点セットなの。うん、で平成はショートジャケットとツリープペプラムとツリースカートの3点セットなの。うんうん、そこまでね、分かっちゃうのよ、海ちゃんは。いや、まあ、その代わりね、ものすごい膨大な数、同じ服の数をね、うん、もう細かく見て、うん、じっくり検証したんですけれども、うんうん、でケープでこう目立つ違いっていうのは襟の形で、うん、やっぱり海ちゃん的にはね、うん、襟の大きさとか広がりも、うん、平成の方が少し小ぶりだって言うんですよ、うん、私にはよくわかんないんですけど、うん、で昭和のこの時代ってこう広い方の服が流行ったじゃないですか。いやいや、そうだね、うん、で大御所先生もやっぱりそういう時代の流行に沿ってデザインをしたらしいんです。でも特にこのみてこさんってさ、肩幅広いの子に気に入ってたんじゃないの。そうそうそう、やたら広くしがしたかったよね、うん、それは前に海ちゃんから初めて聞いた時もね、うん、普通の人のパッドの3倍入れるんだって言ったよね、うんうん、でこれがケープを脱ぐとより分かる。脱いだのがあんの、うん、脱いだの、うん、
ほう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 。ああ、なるほど。これで、腕の部分の色の違いがよく分かった。なるほど。折り返しも違うね。で、首のところも全然違うんだね。そう。うん。へえ。昭和と右のよ。うんうん。右と、うん？右がヨーロッパの時ね、うんうん。ジャケットが全く違うでしょ。うんうんうん、で、ケープ羽織ってる時には、襟ぐりが見えなかったんですけれども、うんうんうん、違いが分かりにくかったと思うんですけれども、うん、左のお袖の色が違って、うんうん、平成の時の、うん、普通のお袖なんですよ、これ。うんうん、でも昭和の時ってね、これ後からまた説明しますけれども、うん、身頃とお袖がくっついてて、うん、変形着物スリープって言うんだって。変形着物スリープ。うん、で、うみちゃんもね、大御所先生のアトリエでこのお袖を何と呼んでいたか忘れちゃったって言うんですけれども、うんうん、着物スリープにマチがついてる感じで、うん、まあ、これも私わかんないんだけど、うん、まあ、かきこさんが絵に描いてくれましたからね、絵を見れば違いがわかると思うんですけれども、うん、まあ、平成の方が丈は短いよね。うん、っていうことはさ、今聞いてるとね、うん、元からあったものを作り直したことがなくて、これはっきり言って全然新調してんでしょ、これ。そう、まあ、結果的に言えばそうなんですよ。全く新調してるんですよ。まあ、同じようなもんこんな新調する意味あんのかよ、これ。しかもね、この荒川になった59歳のね、うん、平成5年度版は、うん、膝小僧を丸出しにしたやらしい感じ。うんうん、いやいやいや、こんなミニスカートにしちゃう。逆じゃん。やらしいでしょ、これ、なんか。うん。いやいやいや。で、これをもう少し分かりやすく言うと、うん、結構ね、しっかり教えてくださいっていう人が中にいますので、うんうんうん、もう分解してもらったんです。うんうん。うん、ひゃー、これこういうふうになるの。全然別物じゃん。でしょ、うん、で昭和は3点セットなんですよ。釣りスカートとジャケットと、うん、あ、3つ違う、ごめんなさい、昭和は2点セットね、ヘプラム付きジャケットと釣りスカート、うん、で平成は釣りスカートとヘプラム付きのベストとショート丈のジャケット、うんうん、で面白いのはね、着物スリープっていうこの身頃、うん、お袖なんですけれども、うん、全くね、うん、身頃と袖がつながってるの、着物みたく、うん、これは皆さんあれですよ、この祭壇の型紙みたいな、これプロの人でないと描けないんだよ、これ。そうそう、これね、うん、うみちゃんがスケッチしたやつをかぴこさんが綺麗にこうね、うん、色つけて描き直してくれ、うん、うみちゃんもね、うみちゃんで結構 ね、やっぱりね、絵心あるっていうか、うん、こういう仕事してる人と違うなっていう感じ。そうだよね、うん、いや、イメージを作んなきゃならないからなんだろうね、うん、そうそう、うんうん、すごいね、デザインとかもうまいのよ、うみちゃんも、うん、それをかぴこさんが分かりやすくしてくれたね、うん、みんなこの型紙図がね、懐かしいってみんな言ってるよそうなんだよな、うん、この衣装の、要するにさ、着回しなんての嘘っぱちじゃない、これ。まあこれ、まあ、100歩譲ってみてこさんの言い訳としてはね、それは勝手にメディアが書いたことでね、私は初めからこうしてましたよってのもんなんだろうけどね。うん、それにしてもこれさ、機動力が過ぎるわ、これ。うんうん、で、まあ再利用してるとかっていうふうに、ん、言う人もいるかもしれない。なんかリフォームして作、うん、そういうのもあるんだよね。そういうふうに、よくね、雑誌なんか見るとちょいちょい出てくるんですよ、うんうん、それで着回ししてるみたいな、うんうんうん、ただ海ちゃんによるとね、うん、この例えば昭和のジャケットはすごい細かいパーツで出来上がってるんで、うんうん、この黄土色部分のね、はい、ジャケットのパーツをすべてほどいて平らな布にしたとしても、うん、平成衣装の、うん、ペプラムの部分の一部分ぐらいにしかパーツは再利用できないんだ。再利用できないんだ、うん、あ、うん、だからそもそもこれは全部すべて新調、まるっきり新調じゃん。まるっきりよく似たものを新調。じゃあメディアはまるっきり嘘を言ったってことだな、うん、そしてリフォームではないっていうの、うん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 、でしかもっとね、詳しく言うとね、うんうん、昭和の衣装を作ってから7年を軽く経ってるでしょ、うんうん、でアトリエに生地が残ってるかどうかもわからないし、うんうん、生地屋さんがたとえ同じ生地をね、平成時代になっても販売していたとしても、うんうん、ロットが違うと微妙に色が違ったり、うんうん、風合いや
こう布の厚みなんかも変わってくるから、うん、ジャケットだけ一から作り直したとしても、うん、あのケープとかスカートはサイズ調整とか襟の作り直しするのはまず考えにくいんだって、うんうん、で上下のセットの服でね、うん、同じ布の色合いや風合いが部分部分で微妙に違うなんて、うん、大御所先生の美学に反すると思うっていうの、うん、だから絶対ありえないって、うんうん、ただね週刊誌では、うん、今回 の, その女性自身の週刊誌ではね、うんうん、昭和のお洋服をヨーロッパでお召しになったとは報道してないんですけど、ね、なるほどね、うんうん、そこは大嘘ではないですよ、うん、言ってないんだから、うん、ただ長年さみてこさんの服を見てる人がいたら、うんうん、まあご婦人たちね、うん、当時のああまた着回ししてらっしゃるで普通はそう思うよね 色, 色ぐらい見てね、うん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 、そんな凝視してさしかもそのなんていうかな写真集全部買ってね、うん、全部見比べるなんてやんねえからさ、うん、色で普通判断するよそう